はい、こんにちは。バトルフィールド5オープンベータ最終日。もうね、今10時なんで、多分あと1時間ぐらいで終わりかな。ってことで、早速プレイしていきます。ナルビク、コンクエスト。で、前回とは違って今回逆側かな？なんか、天気がこの前と違うぞ。なんか白い。天候がちょっと違うぞ。時間帯もちょっと朝早いな。気のせいかもしれんけど。でね、前回なんとかね、スコア1位を目指してね、プレイして、スコア1位取れたんでね、まあ大満足ですよ、もう。まあ歩兵でね、スコア1取るのってね、なかなか難しいんだけどね、なんとか占拠しまくってポイント稼いだおかげでね、1位取れたんで、よかったっすね。で、今回はね、やっぱね、ポイント1位に、キル1、全1をね、目指して、プレイしていこうと思います。さあ、カジノ。ここ通り抜けて、奥に敵がいる。いや、これどうすんだ？ははは。火傷してるよ。おお、右にいた。ちょっと遅かったか。さあ、どっから巻こうかな。うわ、めっちゃ取られてるっしょ。まあ、C 取って E 取って FD みたいな感じかな。B から D 行った方がいいのかな。どっちかだね。いや、B だな。B、D 取ってって感じの方が、私的には得意だ。ここのね、このね、木のね、板がね、使いやすいんだよ、なんか。多分、よく、無料 FPS やってるような人だったら、こういうマップ得意なんじゃないですかね。はい、投げて、爆発して、おお、俺が、バカか、俺は。自分も食らってやんの。あー、メディックが近くにいる。助けてくれ。自分の爆弾で自分の足が、やられてしまった。あ、来ないな、これは。来なさそうかな。ちょうど14メートルのいいや、一回死んで。しかも負けてるよ。どうしよう。どこで復活しようかな。ここかな？ D をね、やっぱ、B ちょっとやられてるし。え、うわ、すげえいる。ちょっと待って、めっちゃいるじゃん。うわー、ダメだ。二人やったけど。まあね、ちょっとね、今回やっぱね、協力プレイ重視なだけあってね。一人で無双ってのもなかなか難しいんだよな。製品待ってたらね、ちょっと一人で無双できるようにはね、なっておきたいんで、ちょっと頑張って、どうやったらね、無双できるかを、いろいろ考えておきますんで、お待ちください。ちょっと諦めよう。B も取られちゃったんで、取られすぎ。A 以外、全部取られてるんで、まあ、近くのね、まず C 行こうかな。C 取って、うわー、ちょっとやばい！戦車いる。くっそ、めんど。やばいぞ、これ。ボコボコじゃん、もう。完全にボコボコじゃん。ちょっと楽しくなってきたよ。いや、この状況で、キルとか、スコアとか、1取りたいですね。さあ、リスポーン地点から、B だな。B 取るわ。B 取らないと、道は開けない。B 側からいっぱいね、敵出てくるんでね、挟み撃ちされるんですよね。なんで、戦略的にはね、まず B を横から取って。無理だ。よし。ナイス味方。ちょっと今回ね、スクワットリーダーじゃないんで指示出せないんでね。ポイント的には厳しいかもしれないけど、それでもなんとか。敵いないかこれ。取れるかな？よし、ナイス、どう、いいぞいいぞ。B 取って。あー、赤、一人いるなー。どっかわかんないけど、下っぽいなー。まあ、B 取ったら、降りてそのままね、D 行きたいんだけど。ちょっと、弾取って。おお、なんだなんだ、めっちゃ後ろに突っ立ってんの、びっくりしたんだけど。ちょっと、みたいな感じだよね。ちょっと君、みたいな。
さあ、D。いいね。D、味方が取ってくれてるね。どうしよう。ポイント、ちょっともらいに行こうかな。後ろ見た方がいいかな。なんか後ろ危険なんだよな。ちょっとポイント、あ、間に合わない。これは間に合わない。もうちょっと早く行けばよかった。あ、いる。めっちゃいる。ちょっと待って、どうしよう。上にいるんだよな。上にいるんすよ。あー、結構いるよ。めんど、やばい。ちょっと無理だ、こんなにいたら。一回ちょっと D まで引き返そうかな。ちょ、 D もなんか取られてるし、どうなってんのこれ。あ、いるしね。はい、頭抜いてくる。回復しいな。弾取りいな。何これ、上にいるってこと？ちょっとやってらんないな。B、もう一回 B。あ、いる。来てる来てる。来てますね。さあ、どうする？来た！はい、一人やって。奥にいる。後ろ？後ろも警戒。するが、いない。いた。よーし、もう一人。いや、二人行ったのに？三人目にやられるか。いや、難しいね、やっぱり。無双したいね。やっぱ遮蔽撃つ大事だな、このゲーム。で、C。C 取られてるんで、取り返す。さあ、降りて、回復パック取って、あ、奥だね。よし、倒した。もう一人いるんだよな。もう一人、どこだ？弾が。弾がな、あんまここら辺ないんだよな。やば。ワンマガジンしかない。まだできんのか。どこだ？村ではないな。あ、いた！やば、弾がもうない。いた。残り4発。おお、これ何？頭か？もしかして。あ、頭じゃないか。生かしてほしいが、きついかな？あ、なんかバグってるよ、目の前のやつ。ケツ出して。え、きついな、もういいか。死んどこ。写真でつく。522と711、結構チケットさやばいんだけど。いやー、トラすげー取られてんな。なんだこれ。つか F とか攻めた方がいいのかな。今回なんかね、スポットできないからね、裏取りとか、スクワットで行くといいんだよね。さあ、ぶん投げて、家を壊していく。家壊すの、スティッキーボムで家壊すの楽しいな。君も壊していく。これ気持ちいいんだか、これ。めっちゃ気持ちいいです。おっと、横、一人やって。あ、今度奥か。しゃがんで。さあ、どこだ？うわ、ちょっと待って、いる。よし。なんだ、アウトス、なんか変な黒いメダルゲット。何のメダルかわかんない。うわ、もうダメだ。弾がない。これは引き返さなくていいわ。あ、チケット差が200。200のチケット差、これやばいんじゃないの？ちょっと。早々に終わってしまうぞ。そんなバカな。いやー、なるだけね、ちょっとあがきたいっすね、こうなったら。よし、いいね。D か。D 取りに行って、ポイントかっさらいに行きましょう。もう取ってるんでね、あとポイントちょっともらうだけかな。間に合え！お、間に合ったかな？はい、ここでキャプチャーポイントゲットしていく。弾、取りの。高級取りの。で、一人入ってっけん、どうでもいいな。F 取ってる？どうしよう。行き場がない。C かな。A 取ってるでしょ。C 行くしかないよね、もう。指示がないんで勝手に行動しようかな。よし。C 行こう。一応後ろ警戒しつつ。C
市に入って、ここはね、一番辛いんだよね。この、下の方から上の方に進んでいくとき、かなり不利なんでね。あ、A 取られてるし。まあいいか。まず最初は C。C を取って、お、もう取ってね、ポイントだけいただいていきましょう。ね、キャプチャーポイントだけ取りつつ、A かな、したら。ちょっと癖で押してしまう。頭いったよね、今。あれ？あそこか。ゲリラがな、もうゲリラ強いんだよな。まあ、やってる方としても楽しいんだけどね、ゲリラ。後ろから背中打ったりしてきて。結構ね、ゲリラ、場所わかんないんで、スポットできないから。あ、いた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 。あれはあれだな、味方がスポットしてくれたんだな。よし、行くか。他のプレイヤーがいるんで。来た。よし。こういう時はね、山の上登ってもいいんだけど。あ、やられたな、味方。きついかな。いた！おお、マジ？これ負けんの？ステン。看護兵の初期武器。看護兵の初期武器は強いんかな？なんか微妙だったんだけど、アップグレードしたら強くなるのかね？お、チケットさそんなに開かなくなってきた。いいね。まあ、こっち勝ってるしね、今。ああ、いいね、ここ。ここいいね。ここす、うし、後ろ取ってく。さらに後ろ取ってく。ちょっと B 取りましょう。B、サクッとね、B を取りに行ってんのかも。まだ S マインとかないよな。よし、一人やって。あ、いいね。ちょっと待てよ、ここ作った方がいいか、もしかして。ちょっと待て。作ろう。さあ、置いて。あと2箇所。ここはね、ちょっとね、置いておきたいんだよね、ポジション的には。もう1個。よし、オブジェクト。取った。したら、つか D 取られてんな。D 行った方がいいかな。D か A なんだよな。悩ましい。お、いた！下にいたよ。で？どうしよう。でも、取ってる人いなさそうだな、もう。よし、分隊がここで湧いてくれた。どうしよう。こんだけ占拠してとどまってた方がいいのか？もちろん。チケットね、ちょっと冷たいんで。チケットを詰めておきたいんで、ここ守ってようかな。いや、本当はちょっと D 行きたいな。個人的には、通せない。今、下にいた気がするんだけど。あ、A 取ってんのか。C と D と F か。もう D 行くしかないね、したら。サクッと D 取って、そのまま F 取りに行きたい。一応後方警戒。あ、入れる。はい。お、味方がいるから大丈夫かな。回復トリーの弾取って。うーん、A と C か。どっちかな。F 行きたいんだよね。ほんと。じゃあ、味方が C 行ってるから、C 行く流れかな。ほんと F 行きたい。ちょ、誰か F 行かないかな。お、行きそうかな？ F 行く流れの人が何人かいるんで、ついていこう。よし。お、マジか。負けた。行けると思ったんだが。あー、いいね。直してくれたよ。ナイス。助かる。分隊。やっぱこれがね、協力プレイですね。さあ、F 行って、右から回っていく。ん？お、F も取ってるな。上から攻めていく。
あ、いない。じゃあ F サクッと取ったら、いいかな？あ、いる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 。なんかいる。押した押した。ちょっとやばい。ナイスやばい。弾欲しいな。ちょっと見えないな。そして見えない。視界が悪い。一人いるか。どこどこ？投げて。ほら、違うか。そこ違う。いない。どこだ？あ、いた。その山の後ろ。そこ！何人かいたなぁ。あ、頑張ってる。めっちゃ頑張ってる。あ、やられた。あ、でもチケット差が100まで縮まってきたよ。いいんじゃないのこれ。さあ、どこで湧こうかな。いや、いいね。結構巻き返してきたよ。いい取る流れだね。じゃあ、サクッといい取って、浜もらいの。いや、激戦区どこだ。あそこか。すげえな。超スポットしてるじゃん。そっち行くか。C、多分 C、A、A から C に流れてくんのかな。あー、B 行く流れだな、俺。B 行くってことは C 取れるっしょ。C 簡単に取って、つかもう取ってるか。で、C 取って D 行くときに多分ぶつかるってことか。さあ、ポイントいただいていく。で、どうしよう。いやー、待って、A 行く人が多い。え、なに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 ？ V1 ロケット食らってるし。はぁ。そんなにいなかったと思うんだけどな。どうしよう。F 行こうかな。さあ、ここからはスニーキングミッションだ。味方に任せて一人で F を。でも結構他のメンバーがいるか。あ、F 取ってるね。そのまま D 行きましょう。そしたら、弾だけ取って。F へ行く。F じゃねえか、D か。お、いてててどこどこどこ。マジか。そっちか。もうちょっとね、海岸走ってた方が良かったかもしれないんだよな。今んとこキルもスコアも1位取ってるっぽい。この調子で頑張っていきたい。これなんだ？ C 取りに行く流れ？ F は、F ね、スカットメンバー行ってきて C でいいかな？俺はもう。このね、この分隊ほんとまとまりないな。つか指示出してない気がするんだけど、分隊長。指示出してほしいんだよな。まあ、いいか。好きに動きましょう。うわ、まだいる。このね、こうやってカバー入られると簡単にやられちゃうからね。うわ、落ちたし。いた。よし。さて、いい距離に行けばいいかな。あ、いるね。ちょっと待って、これ、微妙。なんだこれ。あ、ちょっとやばい。やばいやばい、これ、降りとこ。危ねえな。弾もないし、やばいんだが。どうしよう。いた。
8発しかない。うわ、弾ない、終わったおお、なんか転げ落ちてったよ、階段の下に。お、チケットも結構払う。50スターじゃん。最初の200スターから結構縮めてきたんでね。いいね。で、シートって。お、これ結構巻き返してんな。どうしよう。C で湧いて、E 行くかな。E の人たちが F、いや、F で湧けば楽しかったな。まあ、いいか。なんか、あれなんですよね。バトルフィールドシリーズ、まあ、4をやって、1やって、なんだけど、まあ、最終的にはね、チームデスマッチとドミネーションばっかりやるようになっちゃうんだよね。なんか理由がコンクエストが結構テンポ悪くて、なんかあんま歩兵のね、戦闘が楽しくなかったんだよね、コンクエストの。なんか飛行機とか戦車ばっかり強くて。歩兵の戦闘がね、あまり面白くないイメージだったから。なんかあまりやらなかったんだけど、この BF5 のコンクエスト、歩兵戦が楽しいね。これだったらなんか普通にドミネーションとか、まあドミネーションも楽しいんだろうけど、全然コンクエストプレイしまくるのもありかなって思った。さあ、スティッキーボム。あ、やば！これちょっと待って、自爆コースだ。向こうに投げて、爆発していく。誰にも当たらない。ちょっと追いつかす。これやばい、めっちゃいるじゃん。どこまで粘れるかで、ね、よし、一人やった。粘れる？これ。楽しい。こういう時楽しいんだよね。こういう絶望の時に、こういう時こそね、ほら、頭出てくる。さあ、どんどん来い。はい。いや、やる気出てくる、これ。あー、やられたか。もう二人ぐらいやりたかった。今回のね、コンクエスト、あ、ロッテルダムも、このマップもそうだけど、もう歩兵がね、主体になってて楽しいんだよな。いいですね。やっぱ打ち合いが楽しいってね、FPS で大事ですよね。まあなんか一つ言うなら、ヘッドショットした時のね、音はね、BF1 の方が好きです。チャリーンっていうね。あれはちょっとたまんなかったですね。これ特になんかそういう音にならないんで。まあでも、アサルトライフルはね、いいね。まだそんなに当たんないか。サブマシンガンとか、そんな使ってないんで。製品版では、看護兵もちょっとプレイしようかなと思うんですけど。弾取って。まあそんなにね、なんか、無料 FPS だといろんな武器使って遊んでるけど、バトルフィールドシリーズそんなにいろいろ武器使わないんだよな。さあ B、B 攻めて。敵がいっぱいいるところに行きたい。ちょっとリロードして弾を補充しておく。で、次まあ A だろうね。どう考えても A。このね、B 拠点制圧し終わった後の A がまた楽しいんだよね。あの雪原のね、開けたところに敵がワンサーがいて。なんか知んないけどみんな C の方向いてんだよな。それをね、ヘッドショットしていくっていうね。まず、この中から、ここのね、ここに待ち構えてるやつをヘッドショットするのが得意なんだよ。でもなんか、今日に限って全然いないわ。うわ、遠い。ちょっときつい。あれはまずいか。よし。と、回復取って、さあ、そのまま今 D、もう取られてんのか。B 戻って、D ちょっと整備しに行きたいけど、まあいいか。お、なんだなんだ。いや、攻めにくいな、こっから。こっからって結構攻めにくい。やれるか。よし、やった。完全にスナイパーの距離でしょ。
すげえいるでしょ。こういう時になんか偵察兵がちゃんとスポットしてくれるとやりやすいな。助かってますわ。いや、きつい。あ、奥。もう一人ぐらいいいんじゃないの？こっち。いてててててて。いいね。結構攻めてくるね。きついわ、これ。守りか。戦闘が大きいんだったら全然ありだ。そして B も取られていく。うわぁ、どこだ？目の前か。起こせる？起こしてくれた。ナイス。すげえ、チケット差がほぼもうない。あんなにあったチケット差が。今やもう20ぐらいだ。よし、取りに行くぞ。うわ、ちょっと待って、戦車。やば、戦車か。どうしよう、これ B 行った方がいいかな。C の方にめっちゃいるんだよな。B 行くわ。B、下から入っていこうかな。あの、下のとこの、弾あるとこに行きたい。あそこ強いんだよね、ほんとに。この場所。占拠するにはうってつけなんだよ。よし。つか、いる。よし。サビン占拠して、そのまま。どこどこ？来た。どうしよう。これは D 行った方がいいか？D 行こうか。どうしよう。後ろも、いや、結構人増えてきた。倒せねえし。こっちいるな。もう一人いるはず。よし。うわぁ、なんで？後ろ？まだいたか。よし、チケットさんもほぼない。なんとかなりそうな気がしてきた。E 取られてるか。C と E に固まってんだな。どうしようかな。これで C 行くのもちょっと危ないな。誰も行ってない。B を取り返そう。爆弾系を投げて、与えて、一人倒していく。さあどうだ。お、後ろ？ちょっと一旦ここで。回復が欲しいんだが回復してくれたが。あー、 A 行こう。 A 行った方が楽しい。さあ A に進軍して、いいね。さあ来たよ、こっから。あー、多い多いな。きついな。さあ3人ぐらいしかできないか。1人やってくれ。リロードして、いた。よし。で、次の左？左か。一体いたのな、立ち回りだな。なんか、こういうゲーム結構開けてるから、ちょっと位置取りがかなり重要になってくるね。カバーさせない立ち回りがね、重要になってくるんだよな。遮蔽撃つとかほんと使って、ギリギリのとこで一人だけ見えるようにして、撃って。もう一人見て撃ってみたいな。まあ、二人見えた時点でもう戦っちゃダメなんだよな。二人見えたら視界から一人消した状態で射撃したようなことをちょっと意識した方がいいかもしれないですね。
電子取って、お、ちょっと待ってよ、これまずくない？ B 取られてるし、 A も取られてる、これやばいな。ちょっとまずい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 ってこれいや、 A 取った方がいいな。 A 取って B 行こう。そしたら人数的にはでも A 取れるでしょ。 C 引かない方が良かったかもしれない。 A 取って、あ、 D 取ってくれてるのありがたい、めっちゃありがたい。あ、いるのか、敵いるんかい。ここいた、よし、一人やった。あ、ダメか、もうバレてたよ。取れないかな。いや、戦略ミスったかな、これ。C にいた方が良かったかな。C ね、物資がないからきついんだよね。弾がないんだよな。あれ、弾ないの C だっけ、本当に。で、B 取ってるから、そのまま D かな。E 経由して、D 行ってって感じかな。いや、A 取った方がいいな。A が近い。ポート目の前。危な。この辺危ないな。うわ、もう一人やったけどカーバー入ってくるよ。こういう場合やるんだよな、きついの。あ、めっちゃ取り返してる、取り返してる。取り返してる。いいね。いや、 A 守った方がいいか。 A 守ろう。いるいる、奥にいる。え、あと2人いるんだけど、どこ、あ、奥、よし、1人やった。もう1人、おっと、これ、これいけるぞ。いた。お、いったいったいった。おー、危ねえ。めっちゃギリじゃん。あー、なんとか勝ってた。6-0って。超ギリ。あー、疲れた。あー。最後ね、ちょっとグダグダだったけど、まあ、楽しかったっすね。気になるスコアとキルの方は、いやー、キル1位取ってスコア1位とも本当難しいな。もうちょっとね、激戦区飛び込んでった方が良かったかな。ライフルキルベスト、スコアボード、うわ、惜しい、2位しかも、あ、キルは1位取れてんじゃん。いや、惜しいな。スコア2位のキル1位みたいな。そんな感じでございます。まあね、発売されたら買うんでね。また、プレイしていこうと思います。以上。